können. お二人の感想を紙に書いていただきました。ちょっと読んでみたいと思います。一生懸命熱唱してくださいました。歌い込んでいらっしゃる感じがします。この歌の心をよく表現していらっしゃいます。自然な振りも良かったです。でもう一人の方は、歌詞をもう少しはっきり歌うと歌うようにしましょう。あまり声を飲まないようにということです。声を飲むということは初めて聞いたんですけども、まあ、緊張すると声が引っ込むというか、そういうことなんでしょうかね。まあ、今回の場合は緊張というか、藤井由美子さんの語りが本当にあったかくて、ついそっちの方に耳が行ってしまいました。まあ、言い訳かもしれませんけども、まあ、本当のことです。以上です。